アジサイ色のお花紙でランプシェードを作りましょう。今回は6色のお花紙を使い、6つの正方形に切り分け、それぞれクリップで留め、その1つ分を使いました。正方形を半分に折っていき、さらに小さな正方形に切り分けていきます。それをさらに小さく切り分け、一辺約2センチの正方形にしました。切れたら色ごとに分けていきます。なかなかめくれない場合は、手にハンドクリームをつけるといいです。葉っぱはお花紙2分の1枚を半分の半分に折り、さらに細く折ります。それと同じ大きさのコピー紙を半分に折り、葉っぱの形を描きます。半分に折って、空いているところにも葉っぱの形を描きましょう。お花紙をさらに半分に折り、コピー紙で挟んで、線に沿って切っていきます。ずれてしまう場合は、空いているところをホッチキスで留めてください。切れたら型紙を外してバラバラにしておきます。B4 のクリアファイルの上に、清書用の丈夫な半紙を置きます。水で薄めた糊を筆につけて貼っていきます。筆の先にお花紙をくっつけて貼りたい場所に置き、その上から糊をさらに塗っていきます。お花紙は一度貼ると貼り直しができません。ゆっくりで構いません。慎重に貼っていきましょう。紙がよれたり破れたりした場合は、取ってしまうかそのまま貼ってしまいましょう。ここでは小さいアジサイをたくさん作ってみました。次に花の間に葉っぱを貼っていきました。空いているところにバランスを見ながら貼っていきます。貼り終わったら残っている糊を半紙全体につけます。この状態で完全に乾かします。乾くとクリアファイルからスルリと取れます。周りに黒い画用紙を貼って枠を作ります。剥がれやすいので、まんべんなく糊をつけてしっかりと貼りましょう。はみ出たところがあれば、ハサミで切っておきます。これを丸くして、端と端を合わせ、クリップで留めます。反対側も同じようにしてクリップで留めて、形を整えます。中にライトを入れれば、ランプシェードの出来上がりです。同じ材料を使っても、貼り方でいろいろなランプシェードができます。大きなアジサイにしたり、ガクアジサイのようにしたりしても綺麗です。色分けせずにバラバラに貼っても素敵なランプシェードになります。丸めずにそのままガラス窓に貼ると和風のステンドグラスのようになります。梅雨の鬱陶しい季節ですが、明かりを使っていろいろな楽しみ方をしてみてください。